ぜちゃまくん My friend ドゥ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 ビデスマイルマイク変えました、ちゃまでございます。ちょっと髪の毛がね、濡れてる段階でバイク乗ってどっか行っちゃったんで、ちょっと変な感じですけども、ハゲてないですね。大丈夫、行きましょう。今週の FP ガチャということで、クラブセレクション、あとアプリ勢の皆さんも2019おめでとうございます。マイクアムアムということで、死んだマイクをアムアムする男、邪魔でございます。こっちなのよ。あ、見えてるね。ちょっとでかすぎて、でかすぎてここ映ってきてるね。これちょっと考え物だな。はい、ということで、ライブアップデートなんてどうでもええねん。アムアム、めちゃめちゃ長いんだよね。15センチぐらいあんのマイクが。あ、な、ちょっと今普通に丸押してやめちゃった、進んじゃったよ、おい。ああ、5位ですね。ウディさんやべえな、7000って。はい。行きましょうかね。まあ、どっちのマイクがいいか、もうチェックしてくださいということで。はい、行きまーす。あ、これ違うわ。あ、これか。コレクターズボックスですね。はい、来たー。スーペルリーガーから引くか。まずはね、まずはスーペルリーガーから引こう。誰がいいのいるのと。ルーカス・アンデルセン、黒。ボールコントロール、ドリブル。背は、身長185のナンバー10で50まで。正直、ここは、こっちは、レベルめっちゃ上がる人じゃないと、微妙いと思ってんすよ。あ、でもこの人強いかもね。サイドバックで、91、97でしょ？ビクトル・フィッシャー。もう正直、誰も知らないよね、この、これも誰も知らないよね。あ、この人強いじゃん。ヘディング90。2メーター1あるぞ、おい！ 2 メーター1ある！え？ヘディング90。フィジカルコンタクト99、ジャンプ84。で、21上がるから、2、3、4上がります、こっから。だからし、ジャンプ88になります。決定力89。あ、スピード瞬発、あ、こいつ強いわ。ペレグリの代わりになる。こいつペレグリの代わりになるぞ。多分。ただ、ウィングできないんでね、ちょっとわかりませんが。こいつ当たりだな、オヌアチュ。で、サブロブ、サバロブ、ジャニーゼ。瞬発、あ、でもなんか、一芸は結構みんなあるね。アンドレアス・オルセンやばいじゃん。レベル75。身長188。あ、強いじゃん。え？ 45 上がるから、30で5でしょ、15で2、3だから。78上がると、こっから。で、スピードが92、瞬発が、80？ あ、90か。で、決定力は89。キック力は、78だから。78だから92とか。え、こいつ強くない？あ、こいつ強くない？コンアン3。コンアン3。まだ若いですからね。あ、エマニュエル・サビ。え、やばくない？ 34 上がって、5、5、5、6上がるとして。スピード97、瞬発97。決定力8。あ、こいつ強いじゃん。スパサブは持ってないんだ。え、スパサブ持ってる？持ってないね。まあでも普通に強いじゃん。エマニュエル・サビ。この人当たりでしょ。うーん、そうだね。当たり、あ、オフェンスセンス低いね。まあ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 。アレクサンダー・バー棒です。スピード90、瞬発88。34上がる。ウィングストライカー。ちょっと待って、ラインブレーカー。あ、ラインブレーカーなんだ。結構いいんじゃない？エマニュエル・サビ。コントロールカーブ、チェイシング、闘争心。あ、まあまあ中当たりでしょ、バー。ビューケ・ヤコブセン、53、身長190、アンカー。おぉ、あ、65、セントラル、スピード、はいはいはい。あ、いいね。結構、金玉のこの下の4人と、オヌアチュ、ちょっとオヌアチュ絶対欲しい。マイクラブコインを買ってまいります。パー！どうしよう。2万円か。2万円かじゃない、2メートルか。欲しいね。多分使えないんだろうけど、そんなに。正直、こいつ入れるぐらいだったら、他の選手入れるかってなるんだろうけど、ちょっと欲しいね、やっぱね。ちょっと欲しい。しかも、バティステータ来てますから。あの、運ゲーのやつ。多分、ログインボーナスのやつだよね。あれ違うかな。フルサイズ携帯なくせに。いきます。でかかったら、足がめちゃめちゃでかいはずだから、ボールに乗ってる、ボールがすごいちっちゃく見えたら、当たりです。オヌアチだよ、オヌアチ。来い！あー、違うわ、これ。ボール普通のサイズやな。誰や？ジャコブセン。ジャコブセン、金玉だから。
あ、でも言うてちょっと外れの方の言うて外れの方のだね。まあでも育ててみようと思います。もしかしたらね190で化けるかもしれないから、今までにいないタイプのやつ出てくるかもしれないんでね。オプションスキップボンバー、はい来い、カモン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 、どうなる、普通やん。足がでかくないとダメ。でも金玉当たりだから。誰だったっけ、あのチーム名フィッシャー、あれこれ当たり、あ違う、ウィングストライカーだから、まあ中当たりぐらいの人か。あ全然当たりじゃないわあ全然当たりじゃない、すごく平凡です待って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 、ちょっとオヌアチュ当てて、ちょっとオヌアチュ、え、オヌアチュ金玉だよね、黒金か、金でこの黒いユニフォーム、フィッシャーはまあまあだったね。下がいいわ、下。レベルがいっぱい上がるやつがいい。オヌアチ来い！ボールがちっちゃかったらオヌアチ！ボールがちっちゃかったらオヌアチ！頼む頼む頼む！あと、黒いユニフォームか。ボール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 ！いや、来ないわー。オヌアチちょっと当てた人。レベルマンしてください。お前らもこれは命令だ！チャマからの命令だ！なんでお前から命令されなきゃいけないんだっていう。気持ちは一旦置いといて。あ、この人どうなの？ボランチで185、ハードプレス。31上がるから、スピード87、瞬発88、フィジコン98とか。ディフェンスセンスが86、ボールダッシュが88。あ、強くない？あれ、結構強いんじゃないこの人。スタミナ91。懇願が低いね、でもね。スキルなしかよ！まあ、スキルトレーナーでね、マンマークかインターセプトのどっちかが当たるまではやっていくみたいな。くーくー、そしてこちら来てるのか、どんなルンマ来てるのか、カンテ、メッシ、サラ、メッシ、サ、あ、ソン・フンミン来た、俺、あ、アスピリクエタ来た、え、上で、上4人でしょ、もう能力見る、メッシやべえ、能力見る必要もないぐらい。え、サラーってどっちが強いんだろう、あんま変わらんのかな。アスピリクエタ欲しいな、どっちかといえば。ディフェンスセンスが5上がって、ボールダッシュが、あ、違う、6、ディフェンスセンス6上がって、ボールダッシュが5上がって、スピード2、瞬発4、あ、こいつめっちゃ強いよ。フィジカルが2上がって、ボディコンも2上がってる、スタミナも2が、あ、こいつめちゃくちゃ強い。絶対大当たり。で、ソンウミは、これもアジアの、え、普通に強いじゃん。アジアの、スピード90、瞬発は91、決定力86、キック力85、は、アジアで、堂安に次ぐ、まあ、堂安もまあまあだったけど、ソン・フンミンはマジで、あの、トップレベルじゃん？強いよ。ドゥバン・サパタは、27歳189、うわ、強えな。スピード87、瞬発82。ヘッダーマンマーク、ワンタッチとスーパーサブ。スパサブとか持ってたらいいんだけどね。シザーズ、コントロールカーブ、ドロップシュート、ワンタッチシュート、ピンポイントクロス、マリーシア。まあ、ソン・フンミン、いいでしょう。ルバン・サパタも、まあまあでしょう。アレクサンダル、あ、コラロフってあの ?33 歳。サイドバック。え、あのコラロフ大砲？キック力91。決定力66。どうなのこれ。まあまあだね。あのコラロフ？シティとかにいた人？スティーブン・ベルフハウス。うわぁ、こうなったらあの、どうな、決定力80、キック力、スピード83、85。ラインブレーカーじゃない、ウィングストライカー、フェイエノールト。どうなのこの人。ライジングシュート。18しか上がらんからね。まあまあとしか言えんな。ダビド・ルイズ、上がっても金玉かよ。ディフェンスセンス83、ボールダッシュ84。スピード瞬発76、72、スタミナ78、インターセプトマンマークなし。ちょっと、まあ、使うんだったらボランチかな。センターバックでこの能力はちょっと怖いね。タディッチは47上がってレベル3、あ、年齢30歳、グランダパスが85、ドリブル86、ボールコントロール85、スピード瞬発74、76、まあまあやな。アウサマ・イドリシ。え、これ、もしかして、スーペルリーガの方が当たりだったのかな？ボールコントロール80、ドリブル85、ス
ピード90、瞬発90、あ、でも上のやつ当たればいいか。俺もうペレグリみたいなやつ求めちゃってるからさ。ボディコン84、フィジコン80、スタミナ80、58だから、まあ、4ぐらい上がるとして、決定力79、キック力90、スピード94、瞬発97。あ、結構強いんじゃないこの人。あ、結構ただドリブルとか、ドリブルはいいけどパスが微妙だね、オフェンスセンスと。あれ、カリウスベシクタシュ行ったんだ。でも年齢25歳だからね、まだね。攻撃的キーパー51、91、84、89、97、94。高難度、低難度ついてないんだ。21だから、2、3、4上がるとして、4上がったとしても GK センス95、キャッチング89、クリアリング93、コラプシング99、ディフレクティングが95だったら99。ということで、まあ、ちょっとドンナルンマ、フェールマンには及ばないと。まあ、今回はもうマジでこの上の4人だけだな。この上の4人はかなりの大当たり。だから黒が来たら当たりかな。黒が来たら、あ、違うか。上、そうだね。黒7個分の4個当たりと。お願いします。とりあえずアスピリ。マジでアスピリ。マジでアスピリお願い。アスピリ、アスピリ、アスピリ。だから、スペインか変なとこ、オランダか。オランダフェイエノールとか、金かだから、イングランドか、スペインか、が来たら大当たりだ、俺の中では。誰だ、アウサマ、イドリシ。あ、あのレベルいっぱい上がる人だっけ、どうなのかな。まあまあだよね。マジでまあまあ。マジでまあまあ。今更っていうのあるよね。もう、いっぱい EFP いるから、みたいな。マジでお願い。ここ2週間いや、3週間フェールマン以外の当たりないんだよね。フィールドプレイヤーで。アスピリクエタマジでお願い。アスピリクエタ、イングランド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 。ちょっと被っちゃったんじゃないですか、コナミさん。ちょっと落ち着いて。いや、コナミさんちょっと落ち着こう。一旦休憩入れる、コナミさん。おかしい、間違ってるよ。被ってやないか。あ、タディッチ、いや、言うてタディッチ。コナミさん、ちょっとね、チャンスメーカー。いやー、これは平凡。これは平凡ですね、FP! で、ウェイってなる感じじゃないですね。正直、メッシ、ソン・フンミンか、スピリが一番欲しい。メッシとサラは普通でも結構持ってるからさ。だから、イングランド、マジでお願い、イングランド。来い。信じられないんだけど、こんなことってある？信じられないんだけど、マジでタディッチかぶり、マジでアスピリ欲しかったな。強えよ絶対アスピリ。まあスーペルリーガの方を育てるか。スーペルリーガを育てて、ウェイウェイ言っとくか。誰だったっけな、スーペルリーガは。あ、来た、ジェリニスキー B、 オッケー、ナイス。誰だっけ俺手に入れたの。結構下の方だよね。やぶ、ロブレンじゃなくて、ガゴ、ルーカス・パケタじゃなくて、この人かな。あれ、あ、デンマークじゃなくて、結構下だね。フィッシャーとイドリシ。イドリシか、俺見つけたの。違うよね。タディッチでしょ。あ、この人だっけ、クルニッチ。あ、ヤコブセン、ちょっとないかな。5320、うるさいぞ携帯のくせに今イライラしてんだよ。スピード80、瞬、あれ、この人じゃないな、ボディコン80。190でスピードが85、瞬発80ぐらい。まあビエラと一緒だね。ビエで、ね、他の能力で言ったらビエラ以下だもんね。DMF のハードプレスの人が強かったよね。この人かな。あ、この人だ。
ラマダニはちょっとありそうだよね。ラマダニ、あ、スキルないのか。まあ、いっか。ラマダニをちょっと育ててみるか。ね。身長185で手頃なサイズなんで。ということで、シャーマン、今週も完敗となっております。パー。ぜひぜひね、皆さんは、いいの当ててください。アスピリオあたり。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。まったねー。